はい、今ですね、アルバニアのね、デュラスにいます。ビーチリゾートのデュラス。で、今ね、今日到着したところのところで、一旦到着しました。で、デュラスのね、ビーチに面してるホテルを取ったんですけどね。で、そこのホテル、レストランを併設してるんでね、今そのレストランで食べてるところです。ユーロも使えるんで、ユーロで今払うところなんですけどね。で、これが頼んだのがね、やっぱりこのアドリア海に面しているシーフードが有名です、海鮮ね。で、シーフードリゾット、こんな感じね。ムール貝、イカ、他になんかいろいろ貝とかも入ってるのかな、他の。まあこんな感じで、ね、基本的にね、アルバニアの観光客ばっかり、サルバジーの観光客だから外国人観光客あんまりいないんですけどね。初めて来ましたね、今日アルバニア。20数年前まで鎖国政策を取った元共産社会主義国、欧州の秘境、もしくはね、欧州の、北朝鮮と呼ばれている国です。まあ、どんな国かを調べるためにね、今来ました。で、北朝鮮似てる。でもね、このね、ビーチ、結構綺麗です。ね、すごい賑やかですね。あんまり外国人いないですけどね。